マリナー4号、マリナー4号、マリナー4号、マリナー4は、惑星のフライバイを目指したマリナー計画の4期目の探査機で、初の火星フライバイと、火星表面の画像送信に成功した。初めて新宇宙で撮影された他の惑星の画像は、クレーターだらけの死の世界であり、科学界に衝撃を与えた。マリナー4号は、火星の詳細な科学観測を行い、 その観測結果を地球に送信するように設計されていた。その他の目的としては、火星付近の惑星間空間での環境と粒子の計測や長期間の惑星間飛行における工学的な性能試験データの収集であマリナー4号探査機は八角形のマグネシウム性筐体でできていて、 筐体の体格は 1270mm、高さは 457mm である。筐体の上端には太陽電池パネルが4枚取り付けられていて、パネルの先端にある高圧翼を含めて端から端までは 6.88m である。また、筐体の上部には直径 1168mm の氷徳パラボラアンテナが搭載されている。その隣には、 無指向性の低利得アンテナが取り付けられた高さ 2235mm のマストがあり探査機全体の高さは 2.89m である探査機の底部中央には操作プラットフォームがありテレビカメラが取り付けられているテレビカメラにより撮影された画像はデジタル変換により6ビット0から63の64階調からなる2万画素200-200の 画像データに変換されて送信され、マリナー4号は宇宙開発史上初めてデジタル変換した画像を送信した探査機である。八角形の筐体内には電子機器、ケーブル、中間軌道推進システム、姿勢制御ガスの供給タンクと調整機が収納されている。テレビカメラの他にも科学機器があり、磁力系、地理検知機、宇宙船検知機、 補足放射線検出機、太陽プラズマ検知機、電離箱、ガイガーカウンターなど、大部分は、筐体の外部に取り付けられている。176X90cm の太陽、電池パネル4枚に28,224セルの太陽電池があり、火星において 310W の電力が供給、可能である。また、w h の銀蓄電池も、 搭載されている。八角形の筐体の一面には4枚の噴粒翼を持ちヒドラジンを推進剤とするエンジンが取り付けられていて、その推力は 222N である。太陽電池パネルの端に取り付けられたレーチッソガスジェット12機とジャイロ3機で姿勢制御を行う。太陽電池パネルの先端には、それぞれ面積が0.65平方メートルの 高圧翼が取り付けられている。太陽センサーが4機と、地球、火星、カノープスセンサー1機ずつで、位置情報を取得する。通信設備は、7W の3極間、キャビティアンプと 10W の振興破間アンプの S バンド送信機が2台と受信機が1台で、低利得アンテナと高利得アンテナの双方で8、または33ビット、S で、データの送受信が可能である。 524万ビットの容量があるテープレコーダーに記録したデータを後で送信することもできる。29個の直接命令後、または中間軌道修正用の3個の量的命令後のいずれも処理可能なコマンドサブシステムで全ての運用が制御される。中央コンピュータと CE 検査は 38.4kHz の同期周波数を基準時刻として 格納済みの時系列コマンドを実行する。温度の制御は、電子機器の6つに取り付けられている、可変排熱口や、多層絶縁ブランケット、研磨したアルミシールド、表面処理により行われる。1964年11月28日の打ち上げ後、マリナー4号を追っていたシュラウドが投棄され、14時27分23秒、アトックにアトラス D ロケットから、 アジェナディとマリナー4号が切り離された。アジェナディは14時28分14秒から14時30分38秒にかけて1回目の噴射を行い、地球のパーキング軌道に入った。15時2分53秒から15時4分28秒にかけて2回目の噴射を行い、火星のトランスファ軌道に入った。15時7分9秒にアジェナディからマリナー4号が分離し、 巡航モードの運用を開始した。15時15分に太陽電池パネルを展開して操作プラットフォームを開き、16分後には太陽を補足した。7ヶ月半の飛行中の1964年12月5日に中間軌道修正を行って、1965年7月14日から7月15日にかけて火星付近を通過した。 7月14日15時41分49秒 UT に惑星科学モードを開始し、7月15日0時18分36秒 UT、7月14日7時18分49秒 PM s とから撮影処理が開始された。赤と緑のフィルターを交互に使って21枚の画像が撮影されたが、22枚目の画像は不完全であった。 ところが当初得られた画像は、ほとんど真っ白だったため、調査した末に、画像処理を施した結果ようやく画像化に成功し、3日後にようやく公開された。画像の撮影範囲は、火星の北緯40度統計170度から始まって、南緯35度統計200度付近を通って、南緯50度統計255度までの不連続な帯状で、火星表面の約1%を占めていた。 火星への最接近は1965年7月15日1時57秒 UT、7月14日8時57秒 PM、S とで火星表面からの距離は 9846km だった。フライバイ中に撮影された画像は搭載のテープレコーダに記録された。マリナー4号は2時19分11秒 UT に地球から見て、 火星の裏側へ入り通信が途絶えたが、通過後の3時13分4秒、UT に通信が再確立し、再び巡航モードにセットされた。テープに記録された画像は、通信再確立の約8時間半後から地球への送信が開始され、8月3日まで続いた。全データは2回送信され、データの欠落や誤りがないか確かめられた。探査機は、 予定の活動を全て順調に実行しているようなデータを送信してきたが地球からの距離が大きくなった3億920万キロメートルこととアンテナ包囲の問題から1965年10月1日22時5分7秒 UT に一時的に信号を補足できなくなった1967年後半からデータ収集が再開された9月15日には まるで流星群の一部のような衝突が17回、15分間にわたって宇宙人検知機に記録され、一時的に探査機の姿勢が変化したり、熱シールドにわずかな損害が起きたものと思われた。後の推測では、おそらく D、スウィフト彗星の分裂した核、またはその破片から2000万キロメートルしか離れていない距離を探査機が通過たのではないかと考えられている。 12月7日には、姿勢制御システムのガスを使い果たし、12月10日と11日には、合計83個の流星人の衝突が記録され、その結果として、探査機に接動が生じて、信号強度が低下した。マリナー4号からの通信が途絶したのは1967年12月21日である。ミッションを通じて送信されてきたデータは、 全体で520万ビットに達した。1965年2月に故障した電離箱、ガイガーカウンターと、1964年12月6日に抵抗器が故障して性能が低下したプラズマ検知を除き、すべての実験が順調に行われた。撮影された画像には、月のようなクレーターだらけの地形が映っていた。これは火星に典型的なわけではなく、 マリナー4号で撮影したのが古い地域だったためで、あることが、後のミッションで判明している。表面の気圧は4.1から7.0ミリバール、410から700パスカル。昼間の気温は、摂氏マイナス100度とそれぞれ推測され、磁場は検出されなかった。クレーターの画像が撮影されたり観測された大気が薄いことから、火星は過酷な宇宙にさらされ活動も、 乏しいことが明らかとなり、知的生命体を発見できる見込みはほとんどなくなった。何、世紀もの間、火星での生命の存在については、様々な憶測がなされ、SF でも話題とされてきた。しかしマリナー4号の観測後は、もし生命が存在するとしても小さく、原始的なものではないかと考えられるようになった。SF に登場する知的異成人の母星は、 太陽系内の惑星から太陽系外の惑星へと徐々に変化していくが、マリナー4号の観測結果によりその変化が決定的になったと言えるのかもしれない。マリナー4号ミッションの総経費は8320万ドルと見積もられている。マリナー探査機1号から10号まで全体での研究、開発、打ち上げ、支援には、 約5億5400万ドルの経費がかかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。